にちは、ドイツ産婦人科医のうさぎです。今日はドイツのお医者さんのお給料の実態を包み隠さずに具体的な数字を交えて徹底的に解説していきます。お医者さんに限らずいろんな業種についてなんですけど、お給料ってそもそも触れていないか、触れたとしても高級車1台買えるぐらいとか、こうもやっと隠されていることが多いですよね。やっぱり私たち日本人なんでね、お金のことを話すのって恥ずかしい、卑しいみたいなイメージってあるじゃないですか。でも今日はそんなことは気にせずに、具体的な労働条件、もらえるお金、ガンガン聞いちゃってください。私も今日はこんなに触れちゃっていいのっていうくらい具体的なお給料の金額に踏み込んでお話します。このチャンネルでは海外留学の方法、海外に住んだらどんな毎日が待っているのか、私自身がドイツで産婦人科医として毎日働いていて体験談、それからドイツ人のお医者さんたちに学んだ自己肯定感向上の方法などなどを中心に楽しく語っていますので、ご興味のある方は今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは始めます。まずタイトルに大暴露と強い言葉を入れたんですが、ドイツのお医者さんのお給料は国及び医師会がちゃんと公式に発表しています。まあ、ドイツの好きなところを一つ挙げるとしたら、労働条件の透明性が高いかなと個人的には思っております。そしてドイツの医師の場合、一つ目勤務先病院のカテゴリー、二つ目その医師本人の経験値、この二つの要素次第でお給料が決まります。ドイツには市中病院、それから大学病院、そして私立の病院の主に3つのカテゴリーがあって、それぞれお給料の額が微妙に異なります。私立の病院っていうと、日本にも〇〇会なんちゃら病院とか法人グループが経営してる病院ってあるじゃないですか。ドイツにももちろんそういう法人経営の病院があります。というか、むしろヨーロッパ全土を股にかけた日本よりももっともっと大規模な医療法人グループも複数存在します。有名どころでいくとヘリオスとかですね。で、給料に話を戻すと、市中病院、大学病院、私立の病院でお給料が異なるって言っても、もう同じ経験値の医師に対して比べるとプラスマイナス数万円ぐらいの差なので、そこまで大きな差にはなりません。あなたがもし海外で医師免許を取ってお医者さんとして働く場合、特に金銭的にある程度豊かな人生を送るために必要なのは、病院の種類よりもむしろあなた自身の医師としての経験年数、そして海外で認定されている専門資格の有無です。経験年数のカテゴリーでいうと、病院で働く場合は4つのカテゴリー、1専攻医、2専門医、3上級医、4医長、この4つのカテゴリーでお給料が上がっていきます。病院を辞めて働く場合、開業医、そしてフリーランスという選択肢もあります。それぞれのカテゴリーでだいたいどのくらいのお給料がもらえるのか具体的に解説していきます。はい、まずは経験年数浅めの若手、病院で働く専攻医のお給料を解説していきます。ドイツではだいたい医学部を卒業して1年目から6年目ぐらいが、男性の場合はアシステンツアーツ、女性の場合はアシステンツエアツテンといって、専門試験を目指して経験を積む、要は修行期間、専門研修期間です。これは日本でいう専攻医、アメリカでいうレジデントに相当するポジションです。ドイツ語の場合は男性と女性で名詞が分かれているので、男性ならアーツ、女性ならエアツゼンと分かれます。ウサギの動画では分かりやすいように名詞を男性に統一します。なお、このアシステンツアーツと病棟医って訳してる日本語のサイトがすごく多いです。で、まあ私みたいなドイツに来てまだ6年7年目ぐらいの若手が生意気って大変申し訳ないんですけど、これは誤訳ですね。多分誰かがどっかウェブサイトとか SNS に病棟医って書いちゃったから、みんながみんなそれ右に習えで従って病棟医って書いて広まっちゃったんだと思うんですけど、ウサギの動画では専攻医として役を統一します。日本の専攻医と一緒で、病棟だけじゃなくて手術もするし外来もやるし、病棟だけで働いてる病棟医とはちょっと別物ですね。多分レジデントを無理やり直訳したからそういう風になっちゃったんだと思います。日本の現
在の研修医制度にあたるシステムはドイツにはありません。2023年現在、日本では医学部を卒業したら2年間ローテーション式でいろいろな科で働いて、その2年が終わったら自分の希望する科で3、4年働いて専門医試験を受験して専門医になるっていうシステムで動いています。以前はドイツにも AIP といって日本の臨床研修、かつての臨床初期研修に相当するシステムがあったんですけど、奇遇にも日本が現在のようなローテーション式の研修期間を設けた2004年の秋、9月30日をもってドイツはこの AIP Arts in Praxisenjahr を終了しています。なんやかんやでもう19年も前に終わってる。現在は2004年以前の日本と同じで、医学部を卒業したら即心臓外科医とか産婦人科医とか内科医とかに分かれて自分の専門にしたい分野でだけ働くっていう感じですね。ドイツと日本の専門研修医制度の違いを、いいところ悪いところそれぞれの国にあって面白いんですけど、まあ、話がねお給料の話から横道にそれちゃうんでここでは割愛します。気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんが気になるお給料の話します。気になるお給料は、初任給は2023年秋現在4938ユーロ、786,200円です。まあ、つまり年収だと1年目のひよっこ医師で年収が9434,000円です。これはあくまで基本給であり、ここに夜間休日手当やボーナス残業代などが入るので、実際のお給料はこの額面よりは 1,2 割は多い形になります。経験年数に応じてお金はちょっとずつですが上がっていくので、専門試験を受験する6年目ぐらいの医師でお給料は2023年秋現在月6339ユーロ、日本円で104,000円になります。まあ、つまり6年目医師で最低賃金1,290,000円ですね。まあ、繰り返しですが実際にもらえるお給料はこれよりは多いです。で、これはあくまでも夜勤休日手当なんかがついてない純粋な基本給ですね。最低賃金、まあ、私立病院の医師の労働契約によると勤務時間はフルタイムで40時間です。まあ、もし夜勤を一切しない週だとしたら毎日日勤8時間勤務で、まあ、月から金まで、まあ、もし夜勤するとしたら、まあ、夜勤の時間は病院により様々なんですけど、その分日勤の時間で調整っていう感じですね。夜勤明けの日はどこの病院も次の日まで完全に休みで、残業代は時給の 15% 増し、日曜出勤は時給の 25% 増し、クリスマスと大晦日もお給料を割り増しでもらえます。で、残業はドイツの場合お医者さんでもよっぽどのことがないと認められていないですね。もちろん残るのは勝手なんですけど、残業代つけてください言えるかどうかはハテナです。ハードな診療科といえば名前が上がるであろう産婦人科でさえ、お産や緊急手術で人手が足りなくて残ってもらうとき、そういうときはどうしても存在するのでぐらいしか残業は認められず、次のシフトの医師に引き継いで帰るか、急ぎじゃない仕事だったら例えば書類とかですね、翌日翌々日の次のシフトで出勤したときの時間内でやるように言われます。というわけで、まあ、残業代で稼ぐっていうのはドイツの場合ほぼ期待できないですね。まあ、ただ日本に比べれば比較的クリーンな傾向があるドイツで言うのはちょっと言いにくいんですけど、出世する医師ほど残業はやっぱりする傾向はあります。もうね、お金じゃないね、経験ね、医師や人間としての向上のために上に上がる人は残ってる傾向があるなーっていう感じですね。まあ、お給料の件に話を戻します。私は日本の医学部を卒業した後、東京大学医学部附属病院で2年間研修医として働いたんですけど、その時のお給料がだいたい月30万円だったので、ドイツの医師1年目からいきなり月78万もらえるのは円安の影響を考慮しても高いですね。残念ながらこれから日本経済がどんどん縮小してユーロが強くなっていくことを考えれば、この動画を撮ってるの2023年ですけど、10年後とかには日本円で
ドイツの医師の初任給90万とか下手すると100万とか円安がガンガン進めばですけど行っちゃう可能性がありますね。まあ、日本で現在初任給で月78万もらうって言ったらいわゆる過疎地域に行かないともらえない金額じゃないかなと思います。なおドイツの場合は田舎、人口が少ない過疎地域などで働いてもお給料が増えるわけではないのでこういった病院はドイツの医学部卒業者は就職を避ける傾向があります。なのでポジティブに言えば地方は私たちみたいな外国人医師が比較的就職しやすいとも言えます。次のカテゴリーが専門医。専門医試験に合格して専門医を取得すると専門医としてより自分のスペシャリティを磨き上げていくフェーズに入ります。例えば産婦人科専門医だったら私はよりお産を極めていく、産科のスペシャリストになったり私はより婦人科を極めていく、婦人科腫瘍を極めたい、あるいは乳腺外科も産婦人科の一種なのでより乳腺外科を極めたいなどなど、それぞれの道に細分化して専門性の高いことを学んでいくフェーズに入ります。でこの時のお給料がだいたい医師としての経験フルタイムで 6,7 年積んだとして1243万円弱、専門医として 4,5 年経験を積んだ医師10年目ぐらいの先生のお給料が年収100万円ぐらいになります。この人たちがより経験を積んで上級医オーバー、いわゆる日本でいう欧弁ですねになると年収2000万円弱、2000万円を超える人もちらほら出てきます。その中でも特に仕事ができる人は医長、シェフのポジションを取って医長の場合初任給が約2000万円ぐらいなのでそこから経験年数に応じてどんどん上がっていく形になります。で繰り返しますがこれは夜勤休日手当とかボーナスとかがつかない基本給の話なので医長全体の平均年収は4200万円くらいと言われています。短く言えば大体の目安でドイツの医師新人が1年目年収1000万ぐらい、10年目1500万円ぐらいで上に行けば行くほどこうバーって上がってくっていうイメージですね。きり言うと初任給が高い割には上がりが10年間結構緩やかっていう感じですね。10年目で1500万円くらいっていう話をしたんですけどこのくらいの経験年数になると開業して自分のクリニックを持つ医師たちも増えてきます。開業医の収入は診療科や流行り具合によって差が結構大きくって一番年収が高いからと放射線科とか年収が6000万円超えてたりするんですね。ドイツで一番開業医の収入が高いかトップ12を上から発表すると1位放射線科、2位眼科、3位皮膚科、4位整形外科、5位泌尿器科、6位外科、7位内科、耳鼻咽喉科、9位産婦人科、10位小児科、11位家庭医総合内科、12位精神神経内科の順番になるそうです。シュプリンガーメディツンっていう結構信頼できるウェブサイトの情報だとドイツの開業医全部の平均年収は29万6000ユーロ、年収日本円で4700万円らしいで、まあ、私の先輩開業した先生たちの、まあ、お財布事情とか聞いてみると、まあ、大体合ってるかなって思います。まあ、1位の放射線科、眼科、皮膚科、整形外科とかは、もうなんか、アメリカとかでも収入がめっちゃ高いかだし、あと予想通りっていう感じがしました。専門資格を持ってれば、フリーランスの医師として生きていくっていう選択肢もあります。オノラール、直訳すると、名誉医師みたいな名前で呼ばれている病院が多いと思うんですけど、病院に非常勤として、必要な時だけ、短いと数字単位、長いと数ヶ月、1年ぐらいの単位で日勤夜勤の決まった時間だけ働く先生たちもいます。ドイツ全土を股にかけていろいろな病院を渡り歩く先生たちも少なからずいらっしゃいます。やっぱ短期契約だからオペ室とかであってもあんまり個人的な話をしてくれる先生がいないんで、個人的にこう飲みに行ったりして懐割って話した先生は10人ちょっとなんですけど、シングルかあるいは海外で多い別居、別に仲悪いとかじゃなくて計画的に一緒に住んでないカップルとか、まあ、要は子供がいない先生、まあ、いたとしてももう子供が大きい人、成人、あんまりお子さんとか家族の事情で一つの土地に縛られない先生が多いなっていう印象を受けました。なおドイツの場合は日本みたいに集団検診の文化がないので健康診断とかは
自分でかかりつけの家庭医や婦人科医に予約取ってやらなきゃいけないんですよ。っていうことはその日だけ現れるバイトのお医者さんの雇用もないっていうことなので、健康診断検診あるいはがん検診とかだけで生計を立てているお医者さんっていうのは私が知る限りないはずです。企業に専属の産業医の先生、ベトリクスアーツと呼ばれるんですけど、そういうのはもちろんいて企業に勤めている職員の健康の管理とかするんですけど、そうじゃなくて1日だけの健康診断のバイトとかの雇用だとないですね。なので検診だけで食べていくっていうのは日本の場合はそういうお医者さんたちまだいらっしゃいますけど、ドイツの場合はそれで生きていくのは厳しいかなと思います。なので臨床の能力ほぼゼロで医者として生きていこうってなると厳しい。ある程度臨床の経験を最低でも専門資格取るぐらいはやってないとどこでも雇ってもらえないかなと思います。コロナの時もね、予防注射のバイトすっごくいっぱいあったんですけど、まあ、時給もね200ユーロぐらい、だいたい日本円で3万ですね。素晴らしい。そういうバイトもあったんですけど、私もやりたかったんですけど、何かでもいいから専門資格を持ってる医師っていう条件だったんでできませんでした。というわけで専門資格を持っているか持っていないかで結構人生が変わるかなと思います。フリーランスのお医者さんでも必ず専門資格の有無は聞かれるはずです。なお私日本で専門資格持ってるよという先生たち多いと思います。これは別の動画で話しますが、ドイツなりヨーロッパの国で専門資格が認められればあなたの留学生活はバラ色です。私もかつて北欧に住んでいた時にそういう先生たちを見ました。日本で取った専門医がヨーロッパで認可されればかなり用語のいい留学生活が待っています。で、認可されなかった場合は残念ですがドイツでもう一度専門研修をやり直す形になります。それでも初任給がいきなり1000万もらえることを考えたら、そして別の動画で話しますが定時勤務、年間30日の有給休暇などなどめちゃくちゃホワイトであることを考えれば決して悪い話ではないと思います。いかがだったでしょうか。このお金を聞いて安いと思った人もいるだろうし、特にねスイスとかアメリカとかオーストラリアとか高給与の国に比べたら安いと思った人もいるかもしれません。私は正直言うと、労働時間、労働者の権利とか訴訟リスクとかそういうのを全部加味すればいい条件だと思っています。さっきの残業のところでもちょっとお話ししたけど、あくまでもお金は人生の幸せ度、幸福度を上げるための要因の一つでしかなくて、仕事それ自体が好きなのが大事だと思うし、それで留学を決めてもらうのが一番かなと思いました。なんてかっこいいこと言いましたが、お金大好きです。じゃあ今日の動画は以上になります。このチャンネルでは日本生まれ日本育ち日本の医学部卒業の要は普通の女性医師がドイツに飛び込んで働いている体験談、泥臭い勉強方法、それから私自身が産婦人科医なのでドイツの産婦人科乳腺外科での面白い話を中心に趣味で動画をコチコチ上げていく予定なので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録いいねよろしくお願いします。こんな動画作ってほしいな、これってどういうことっていう質問は本当にお気軽にコメント欄によろしくお願いします。私うさぎ仕事の休憩時間に YouTube アナリティクスチェックしてます。もうめちゃくちゃ最近の生きがいです。本当にね、ここがつまんなかったとかここが分かりにくかったとか苦情でもいいから、もうアンチでもいいからいいよ来いよみたいな感じなんで、もう全然気軽にね書いてください。必ず返します。コメント欄はみんなに見られるから恥ずかしいんだよねっていう人はここに表示されているアドレスまでお願いします。インスタと X も一応作ったんでそこにメッセージしていただいてもいいんですけど、私自身がもともと SNS を見ない人なので返信が遅れちゃうと思います。なので極力 YouTube のコメント欄か E メールでお願いします。というわけでお忙しい中最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チュース。